気がかりなのはあの気功衆。何か妙だ。17メートル以上あるのか。でかい。獣のような体毛で覆われている巨人など初めて見る。こちらに近づくでもなく、ああやって歩き回ってるあたり、気功衆に違いないのだろうが。よし、よく戻ってきた。ここで夜まで耐える必要はなさそうだな。馬を狙った。そんな、まさか。その武器は何て言うんですか。腰につけた飛び回るやつ。同じ言語のはずなんだが、怯えてそれどころじゃないのか。通か剣とか使ってんのか。やっぱうなじにいるってことは知ってんだね。まあいいや、持って帰れば。戦うことをやめたとき、初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。もう動いていいよ。しかし面白いこと考えるな。